5秒前43おはようございます遅くなりました時刻は10時49分です11月15日の朝刊チェックを天禄てんこ盛りスタジオからお届けしてまいります小野さん小森康則でございますまずもうあと1時間少々です、えー、正午の配信予定なんですが、えー、週刊文春から 明日発売の紙面、その電子版が発行されますというお知らせが私のところに届いておりまして、それを見ますと、記事予告、3つございましてね、まず、岸田政権にまたしても重大疑惑が2連発、今度は閣僚もと出ております。昨日日の読売新聞休館日明けで 神田財務副大臣が辞めるという話のところに、読売新聞がちょっと思わせぶりなことを書いていましたでしょねえ、まだまだ今後も閣僚の不祥事が続くかもしれないということを、政権よいの読売新聞が書いていまして、あれっていう、コモさんの嗅覚がピクンとそこで動きましたよね。 えー、記事を細かく読まないと気がつかないようなところに書いてありましたひょっとするとこのことなんでしょうかそしてこの後直長官チェックの中で取り上げようと思っております今日は産経新聞を買ってきてまして、まあ、産経の方ががまあ,まあ,ある意味読みよりもよりも,もっと自民党よいしょ野党なんて何やっていう感じなんですが今日の産経省で実は岸田政権の時間間隔 世間とずれてるという話を政務三役が3人辞めていったこととアインシュタインの相対性理論を使いまして批判をしているんですね。でこれも結局読売も産経も自分らではよう書かへんけれど「週刊文春が動いているぞ」と「次出てくんのはこいつやなと」と「出てきたらとっとと辞めさせへんかったらあかん」せん「せやけどせやけども」 秋の改造のあとまだ秋ですけどねまだ秋なんですけど季節が一つ進む前に、えー、3人辞めててこのあと閣僚ですかさあ誰の名前が出てくるのかこれが一つそして連続キャンペーン第7弾宝塚捏造と隠蔽全内幕、まあ、昨日私も緊急配信をいたしましたけれども 宝塚歌劇団の劇団側の嘘を文春が暴いていくという記事これも関心がありますそして「週刊文春だけが書ける」これが実はこの3つの項目の中のトップなんですけどね原市の岩井祐希さん19歳、えー、年齢差でいうと18歳になるんですか19歳元オハガールおハはーですねええー えー、結婚の秘密というのが出ておりまして、まあ、今あの全然、全然違うんですけど、まあまあ、私の,私の中の順番で言うと、えー、今お知らせした順番になるんですが、文春の予告は、ハライチ・オハガールが一番で、2番目が岸田政権、閣僚の名前も重大疑惑2連発、そして、えー、宝塚歌劇、捏造と隠蔽全内幕ということになっております。まあ 昨日の夕方4時からの会見ですので、電子版ならなんとかなるのかもしれませんが、週刊文春の今週明日発売の紙面では、その内容は盛り込めないわけでありますけれども、えー、あと1時間余りでございますので、長官チェックが終わったところで、またすぐにチェックをして、えー、配信をしようというふうに思っております。で、週刊文春さんには、秋原事件をはじめ、まああ、お金は払ってますけどね、電子版の会員にもなってますし、 え文芸春秋の会員にもなっておりますしもちろんそれは払ってはいるんですけど大変お世話になっております、えー、寄付はできておりませんが頑張ってほしいと思っておりますのでまあ、何かお返しをと常々思っているわけでございますこれがちょっとお返しになるのかどうなのかあとは取材をしない小野さんからの文春へのバトンタッチなんですけれども えー、昨日の宝塚歌劇団の、えー、記者会見ですね、まあ、宝塚ファンでこれからもあの憧れの舞台を見続けたいんだというファンの皆さんにとっては、一部納得される方もあるかとは思うんですけれど、岸田内閣の不支持率、7割近い不支持率よりも、もっと多くの人が、あれでは納得できへんわというふうに思われたのではないかと。 思いますね、えー、理事長退任ですけど結局下から上がってくる話なんで体制を変更することなんて考えてませんよと、えー、安全配慮義務は、まあ、怠ったのかもしれませんが長時間労働が自殺の原因であるということを断じているわけで,でそれも弁護士さんをたちのです、ねえー、外部の専門家に頼んで調べてもらったんだと。 でそこには、いじめなんて、パワハラなんていうことの証拠は、まあ、伝文で向こうは言ってはるんでしょうが、証拠はありませんっていう、まあ、ひどい内容でした。ビッグモーターよりも、ジャニーズ事務所よりも、日大よりも、ひどい会見であったと思いますね。えー、で、そのです、ね、調査をいたしました、大江橋 弁護士事務所というところがございまして、まあ、私も名刺交換をしたことのある弁護士さんがいているというお話はしました実に大きいところでありましてですね、まあ、大阪という町ですから東京に比べると小さな町でございますしかしまあ町に弁護士が1人か2人しかいないというようなところではございませんかなりの数の弁護士がいてありますね、えー、裁判所の横に大きな弁護士会館もあるわけでありますけども その中でも大手でございます。あの変な活動を先導するつもりは全然ないんですが、まあ、大谷橋あの法律事務所で調べていただいたらずらっとずらっと並んであります弁護士さんがまあまあ年収何千万あるいは億取るような人たちもいるのかもしれませんその辺は全く分かりませんけれど優秀な弁護士さんがきっと揃ってはるんでしょう。で あの阪急の側劇団の側でいうと日頃から日頃からお付き合いをしている弁護士事務所に頼んだんではございませんと顧問してもらってるようなところに頼んで手心を加えてもらったりそういうことは一切しておりませんというお話でした。まあ、そ 小さな小さな大阪っていう、どんどん地盤沈下していって、維新によって赤字になっていってるような街でございますので、そら、なかなか探すのも難しかったとは思うんですけれど、9人の弁護士が担当しましたと、阪急電鉄高塚歌劇のホームページに載っているのを、今日もすみません、遅なったのも、いろいろと自分なりに調べておりまして、取材しませんけどもま、あまあ調べとったわけですよ。 でその日頃関係のないところにお願いはしましたというので、えー、弁護士法人大江橋法律事務所所属の9人が担当しました、まあ、別にこれあの個々の人間を何か言おうと思ってるんじゃないです書いてあるのをそのまま読みますと弁護士の北野さん、えー、男性末永さん女性岡田さん女性 小寺さんと読むんでしょうか。で、菰口さんって言うんですか。はい。女性3人、男性2人の名前が出ていまして、他4名となっております。まあ、あと1行くわえればええだけなんで、他4名って言わなくてもいいのになって思ったんですね。9人の弁護士が担当しましたと。で、まあ、最長6時間9分、最短35分。 おおむね1時間から2時間程度ヒアリングしましたということを書いております阪急電鉄宝塚歌劇と日頃お付き合いのないところを選びましたと書いてありましたそして大江橋法律事務所のメンバーを見ますと本当にずらーっとすご,すごいですよあの個人でやってはってそこに若い子が入ってきてという23人の事務所もいっぱい知ってますけれどそうではなくって でまあ、まあ5人、6人でやってはるところもありますけどもっとずらっとほんまに並んでます。本当にえ。ドラマに出てくるような弁護士事務所、ザ・ファームみたいなそんな感じのところです。他4名が誰なんかなと思って、で、ずっと名簿を見ておりましたら、これも別にこの人個人を何か攻撃するつもりは私全然なくて、えー、まあ教えてもらって気ぃついたということなんですけども、 池田博彦さんという方がいらっしゃいます。大阪弁護士会所属、昭和62年、1987年に登録をしてはりまして、ニューヨーク州の弁護士資格も持っているという方でございます。主な取扱いケースというのがありまして、まあ、弁護士というのは別にその事件や事故だけをやるわけではありません。M&A、会社の買収ですね、A、これも7つほど、まあ、主なもの。 取扱いの事実が公表・公開されたものに限りますと、こういう名詞のあるものはということが書いてあります。そして、敵対的買収関連、ま、これは結構ニュースになったりしますね、まあ、m a もなることはありますが、敵対的買収、これのどちらかについている弁護士さん、この池田先生でございますが、えー、1番目に、 ライブドア対日本放送新株予約権発行差し止め仮処分事件、これ株主側についてあります。楽天による TBS に対する経営統合提案事案、これ株主側についております。そして4つあるうちの3つ目に書かれているのがこちらです。村上ファンドによる 阪神電鉄に対する敵対的買収事案会社側となっておりますつまり皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか阪神電鉄の株がまあ安いと ままあまあ阪急の半分ぐらいだったんですが当時まあそれはまあそんなもんだろうとで阪神が優勝したからみたいなことで上がったところで一株あたり確か450円ぐらいだったかなであの頃確か250円から300円ぐらいの範囲だったと記憶しておりますけれどもそれをに目をつけた村上ファンドがですねまあいろんな思惑はあるんですけどえどんどんと買い進めていきまして阪神さんの方が全然そんなところ無頓着でお なんか最近株価高いね。いや、阪神調子いいですからね。みたいなことを言ったらね、あれよあれよという間に、確か1200円ぐらいだったかな、まで上がりまして、で、買収されるという話になって、でそこで、いわゆる助け舟を出すホワイトナイトという形で阪急さんが出てきて、まあ、本来、もちろんブランド力も違いますし、企業規模も違うんですけれど、ともに母体が。 電鉄会社であり百貨店はその子会社である阪神,阪神球団というのは阪急の子会社ということになっておりますこの案件を担当しはった人あの弁護士さんってね名前で検索してもほとんど出てこないんですよ、まあ、別の事案で一つ出てきましたけどもともとニュースになかなかならないということなのかあえて えー、プロバイダーに言っていって、えー、記事を消していってるのか、その辺のところはよく分かりませんけれど、この池田博彦さん、まあ、同姓同名の人が富山で弁護士事務所やってはるんですけど、この人とはまた別でありまして、いや、この人がこの他4名に入ってるのかどうかは知りません。それは分かんないです、このだけでは分かんないですし、えー、ただ、大江橋法律事務所に現在も所属をしてはって、 であの名前入ってました、その今,今の、ね、メンツの,あのメンバーの中に、法律事務所のメンバーの中に。なので、まあ、宝塚歌劇が昨日の記者会見で言いました、その日頃お付き合いなくて、その利害関係のないところにお願いしてっていうのを、まあ、素直に聞いていいのか。 まあ僕はまあ基本、人間が素直ではございませんので、ひねてますんで、一回り、二回りこうひねて考える方ですから、だから、いや、証拠もありませんしね、何も、この4人に入ってるかどうかも知りませんし、ただ、まあ、全く知らない仲じゃないっていう、当たり前、当たり前と、当たり前やと、いや、当たり前だと思います、そんなん、はい。 電話帳から上から順番に電話かけてみ言うて引っ越し屋さんでそれやったらアート引っ越しセンターがあります言うてアート引っ越しセンターはだからご順順で前に来るようにーアートってつけたわけですからそんなことはないですしまあ大江橋ですからあいうえ大ですけどねそうやって選んだわけじゃないんで。 的に解釈してそれはもう何の利害関係もないところで一生懸命調べはったっていう理解もできるでしょうし私みたいなひねた人間から言うと今これ今事実を述べてるだけ事実関係であの公表されてるものを述べてるだけなので何がどうあったかどうかなんていうのはもう私の妄想はありますけどそれは言いませんしはい名誉毀損になったらあきませんから <laughs> 弁護士さん相手にそれやるだけのはい。 力量は私にはございませんのでまあ友人も先輩も後輩もいますけどええー、なんでただまあ全く関係ないところにお,、ね、お願いしましたって言ってはったんだけど、えー、母体である阪急電鉄がまあ昨日も司会もあの阪急電鉄の広報部長女性の方がされていましたから子会社としてこんな問題を起こしやがってっていう状況の中なんでしょうけれどまあまあ 全く知らない弁護士事務所に話したんでもな,なかろうかと。でまあなんで9人のうち5人だけ書いて他四4名4名となっているのかもよくわかんないですしあと1行足すぐらいなんで、ええ、ページがそれで20ページ増えるわけでもないんで開業の関係で1枚紙は余分になるかもしれませんけどわざわざそこを減らす必要はないと思うんで、ええ なんでかなと思う、このネタを、文春さんにプレゼントします。はい、えー。私からのささやかな、ほんのさ、ほんのささやかなものでありまして、これ以上のことは私、用しませんのであのや、やっていただけますか何,何も出てこえへんかもしれ何にも出てこえへんかもしれません。 もうあのすでに気がついて動いてはるところがあるのかもしれない。まあまあ、あの文春に限らないです。もうあの身長で、まあ身長はなあ、身長だけは、まあ。まあ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 、でもいいです。まあ、一、まあ、回、一回どなたか、まあ新聞とかテレビとかはもう弱腰ですから、多分やんないと思いますけど、まあ、うん、そういう人もいてはったということぐらいですかね。今私にできる精一杯の えー、ことは、狭い大阪という町で、えー、そこそこちゃんとしたことを頼もうと思ったら、まあ、限られているということも言えるかとは思いますし、えー、で、まあ、彼らが何をやったかというと、必要と判断し、劇団から提供を受けた資料および情報を調べ、ご遺族から提供を受けた資料を調べ、劇団の役職員3人のメールデータや、 ファイルデータの閲覧保全をし、そしてまあヒアリングは、空組の所属劇団員62人、元劇団員1人、理事長を含む劇団役職員7人、阪急電鉄の役職員4人、個人の遺族、そしてその代理人ということであります。まあ、本来、空組の有屋、えー、キーさんが亡くなったということがきっかけですけれど、 宝塚歌劇というそのものの問題なので本来空組の人だけでいいのかという問題もありますが、えー、でね、えー、っとこの一文を私は見逃しておりません、えー、本件調査の前提といたしましてこの辺はね、えー、あの劇団の方が甘いというか えー、弁護士ってずるいなと思うところ、いや、ずる,ずあずるいなというのは僕の感想ですから、ずるいなと思うところは、こう書いております。劇団が保有していない情報、資料等の収集には限界があり、新たな証拠資料等によっては、本報告書で確認できたとする事実を、 冷静する可能性があること劇団外の出来事については情報収集がほぼできておらずまた上記により得られた情報だけでは事実確認ができなかった事項も存在することこの2点。はい だから昨日胸を張って外部の弁護士さんに頼んだんですっていう、そのまあ外部がかつて関係のあった人もいるということのネタは先ほどさ差し上げましたがえあくまで劇団は弁護士さんに頼んでいじめはないと報告書に書いてあるんでないんですと再度調べるようなこともいたしませんとだって弁護士さんに頼んだんですから。 なんぼで頼んだのかはちょっと知りたいところですけどね、そりゃ30分5000円で弁護士会に頼んだら、当番の人が30分5000円で話聞いてくれるでしょうけど、実際に頼んだら、1時間あたりの時給が123万円なのかもしれませんし、そりゃなんぼ払ってはんのか知りませんけれど、しかし、まあ、もしこの調査に阪急が10億出してるっていうんやったら、ちょっとおかしいなと思いますけどね、そこの数字は知りたいところですが。 それにしましても大江橋法律事務所は劇団が保有していない情報資料等の収集には限界があり新たな証拠資料等によっては本報告書で確認できたとする事実を訂正する可能性がありますということはまあしれっと書いてるんですけど堂々と記者会見で我々の やりましたやりましたけどももう限界があるんでひょっとしたら気ぃ付いてへんいじめがあるのかもしれませんとは言ってないですからねいじめはないと本報告書にないって,言って書いてますからいじめはないんですとみんな言ってましたよねえでもちゃんと書いてあります他に資料があったら書いてることの内容変わるかもしれませんってあの「週刊文春」読んでいただいたら書いてあるんですけどね 水掛け論というのかもしれませんが、伝聞ですって言うのかもしれませんけど、書いてあるんですけど、大岩省立事務所としては、そっちの方が事実だと認められたら、ほーら、僕たちが調べても分かれへんかったことありましたやんか。だから書いてますやん。知らへんかったこともあるから、そやな、思って、報告書は出せ言われたから出してますけども、知らんかったことまで知らへんねんから。 それはいじめがあったっていう事実が出てきたらいじめあったんちゃいますかっていう優秀な9人の弁護士さんということですね。劇団外のこと、劇団外っていうのは何なんでしょうか建物、敷地の外ということでしょうかならば、 道歩いてる時の先輩とのこととかっていうのは関係ないということですから、これもどういう、どういう日本語として読んだらいいのかわからないんですが、これは情報収集がほぼできておらずと書いてますから、ほぼできてないんですね。調べてるようで、ほぼできていないと書いてます。で、事実確認ができなかった事項も存在する、それは何なんですか、それは。劇団側は、いじめはないって言ってるんですけど、 ないいって書いて書あるって言ってるんですけどこちらこちら事実確認ができなかった事項も存在するって言ってあるんで何についてそあの事実確認ができなかったのかっていうことをまあクライアント飛び越えて世間に大江橋法律事務所が言ってくれるはずもないんですけど、まあ、そこは頑張っていただきましょう「週刊文春」さんどうぞ、えー、もし <laughs> もしこのネタが今後。 この1週間か2週間の間で、どっかの紙面を彩るとしたら、あの段階でコモさん言ってたなぁという話になりますかね。どうでしょうか。はい、えー、私なりに今日もニュースを切ってまいります。時刻は11時13分、朝刊チェックスタートです。 見てよし、見てよし、こうてよしようこそ天神橋筋商店街天禄天小森スタジオへはい、こもさん小森安則でございますまあそんな今度でいつもよりも朝起きて起きるのは5時ぐらいに起きてたんですけどネットであんな資料やこんな資料やを読み解いておりましてまあ、それは取材と言えるようなほどのものではございませんので えジャーナリストでもございませんのでただまあみんながまだ死なへんやろなっていうことは何かいなと思って調べておりましたそして今日もまた一日時が過ぎました11月15日もういくつ寝るとクリスマス今日もベーカーショップパピオのシュトレンショコラージュでございますまたこれで えー、一日クリスマスに近づいたなということですねコーヒーもスーパーで買ってきましてあやっぱりショコラ味のシュトレンには紅茶もいいですがコーヒーが合いますね、えー、そんなコモさんのところに昨日来客というかご来栽いただきました方がございましてあしたコモさん 何時ぐらいに転落いてますかって言って、まあ、お問い合わせというかツイッターでそういう書き込みがありましてでまあまあもちろんね私も体一つでいろんなことやっておりますんで皆さんのご希望に全てお答えできるわけでもなくチャットやコメントも対応できないこともあるわけですけどもで昨日は火曜日でえーまあ、毎週というわけではないんですけども朝刊チェックが終わった後 福島の ABC の近くにある録音スタジオで NHK の私、えーとこという番組のナレーターをしておりますんでその録音がありましたので,でまあ終わったら朝刊チェックが終わったらそのままあのそっちへ行くんですということはまあ書いてたんですけどもでまあどなたかもよくわかりませんしひょっとしたら私を襲いに来る。 日本保守党あるいは維新の支持者の方が私に生卵投げつけに来はるかもしれないんでちょっとまあ本当に真面目な話身構えてもおったんですけどえそうしたら録音が終わって出てきましたら「小野さんに会いに来たのに岐阜から会いに来たのに会えんかった」言うてまあ残念な顔でこの前で写真を撮ってはりまして。 であすみませんと、うんでまあ、言うてたんですけど言うてたし、まあ、まあ約束してたわけでもないんですがわざわざね、えー、その天狗から来たんとか、えー、南森町から来たんじゃなくてわざわざ岐阜の方から来られたんで申し訳ないなと思いながら「はいすみませんでした」って言って,言ってましたらしばらくして、えー「星のコーヒーへ行ってきました」という書き込みがありまして。 ちょっと悪い予感がしまして、悪い予感がしまして、悪いおかがしまして、え悪い寒いと書いておかんと、ちょっと一瞬ブルッと震えまして、もうあの、毎日ご覧の皆さんはご存知かと思いますが、先日私が夜に配信をしておりましたのが、機械のトラブルでいきなり無音になってしまいまして、 で全くチャットも読んでなかったんで、えー、無音のまま私が20分にわたって一生懸命喋っているというあのまあ内容は大事なことなんですけどもあの外形的には非常に奇テれつなあおかしい配信のコンテンツでございましたでビルに見かねた方が、うん、あのうちの会社に電話してくださってここには電話電話はありませんので。 電話本番中になったら困るんで、電話番号は書いてありますが、それはアンテリジャンの第三ビルの方であの,の番号ですので、日曜日の夜の9時ぐらいに、そんな8時何分やったかな、に社員はおりませんので、宝塚科学技団ではございませんので、残業は、そうですね、月何時間でしょうか、ほとんどありませんので、そんな状況ですので、むなしくなってたんでしょうね。 でファミマにもかけてくれはったらしくてファミマの人はそんなんでごめんなさい、うん、できませんって言われてそわそわとフ,ファミマとの仕組みで考えたら近いとはいいやそんなん言うてこられへんで星野コーヒーに電話をしはってそこの優しいお姉さんがいてはりましてその人がこうトントントンと叩いてで今電話があったんですけど配信の音が出てない ってもうそ多分意味分かってはれんと思うんですけど言 <laughs> いに来てくれはって <laughs> ほんで「あーすいません」言ってるそのやり取りもずっと、まあ、こういう形で無音になってまして <laughs> んで おとつや誤りに行きましてすんませんでしたともう本当に業務と全く関係のないことで私の不注意でよかねと思ったリスナーさんがなんとかそれを僕に伝えようと思ってやってくれはったみんな全員なんですけど。 でも、まあ、結果的にご迷惑をおかけすることになりましたんで、本当にすいませんでしたと。また、あの、これからはもうコーヒーは、もうカルガモから取るんじゃなくって、へ、ええ、おじのコーヒー来て、もうカレーもオムライスもパンケーキもここで食べますから、みたいにすいません、言って。でも、あの、みんなに言うときますからと。リスナーさんには。 あの星野コーヒーさんに迷惑をかけ星野コーヒーさんに天狼が来た時星野コーヒーへ行ってコーヒーを飲むことはお勧めしますし一品二品つけていただくのもお勧めしますけど星野コーヒーさんに迷惑をかけるのはやめてくださいねってちゃんと言いましたからって言っておとついの晩に謝ってたところで昨日 <laughs> 岐阜から来た「俺へんかって残念」って言った方が「コモさん岐阜のお土産を 星のコーヒーに預けといたからって書いてあってああ、前の晩に謝りに行ったとこでもう二度と迷惑はかけませんって言ってきたとこなのにあってなってえー 昨日の夕方戻ってきたときに夜,夜入ってましたかね。夜になってましたね。暗くなってましたね。はい。<laughs> また行きました。そしたら、おとついの時はもは階段上がったところに、そのこ,のここ来てくれはったお姉さんがいてはって、ああって言ってくれたんですけど、昨日行ったら、全然違う若い子がいてはって、すみません、あのこの <laughs> 先にあるてんこ盛りスタジオのもんなんですけど、なんか連続でご迷惑をおかけしたみたいでって言って。 言いましたらちゃんと分かってはれへんかって「えっ、ー、何ですか?」みたいな「<laughs> いや当たり前やと思うんです何ですか?」みたいな <laughs>、えー、何人か伝言ゲームになって奥から奥からまた出てきてくれはったんですよそのお姉さんが <laughs> ここへ来てくれたここへ来てくれてほんで、えー、僕が謝りに行ったお姉さんが昨日もいてくれてあって「あよかった」 だだです、言うて、笑顔で近づいてきてくれました。すいません、もうほんまねん、もう,もう家でもこんなに謝ったことないわ、言うぐらいの謝り方です。すんませんって言ったら、あこちらです、言うて、はい。<laughs> ありがとうございます。はい JR。JR で買ってきてくださったんですね、JR プラス。はい。あの、 えー、はいちゃんとあの名刺も <laughs> いただいております。小もさん、いつも視聴させていただいております。今日は京セラドーム社会人野球の応援があり、立ち寄らせていただきました。大垣の老舗味噌せんべいをどうぞ。<laughs> はい、清水さん見てありますか？ありがとうございます。<laughs> きえ、昨日。 昨日どうやったんですかね、えー、社会人野球あとで,でちょっと見てみましょうね。ありがとうございます。味噌入り、大垣せんべい、厚焼き。はい、えー。来年の2月4日まで持ちます。結構持ちますね。ありがとうございます。田中屋せんべい、総本家。でございました。沖気にりありがとうございます。届いております。<laughs> で、そこで、まあでも皆さんにあの一つだけお願いがございたします。あの、<laughs> 来られて。 あの会えないいいこととが多いと思います、まあ、イベントがあるって時は、まあ、イベントありますからちゃんと言いますけどそうでない時はいませんので、えー、となった時にどうするかあの星野やコーヒーへ行って星野コーヒー自体へ行ってでお茶飲んでいただくのはもう喜んでですしあのパンケーキとかいろんなもの,、まあ、あの結構大好き 結構そこそこお値段しますけどねええー、あのー、200円とか230円で飲めるところではないのではいなんですけどそこへ行っていただくのはあ結構なんですけどもそこに物を預けたりとか伝言頼んだりとかえー、いうことはあの決してないようにお願いいたしますでまたねこれね昨日火曜日やったでしょ火曜日がねこう隣が <laughs> こう,こう隣が <laughs> うちの大屋さんなんなですよ福田布団店と言いましてここ火曜日休みなんですよええー、年中分級24時間でやってもらったら嬉しいんですけど休んであるんで大将1人やってあるんででまあ,あの家賃結構な結構な額お支払いしております相場やって言い張るんですけどね相場やって言い張るんです結構な額お支払いしておりましてなんでまあ隣やったらごめんって言ったら 福田さんは聞いてくれるかもしれません。はい。あの、なむな名刺預かっとくわと。なむな、土産預かっとくわと。まあ、はい。あの、もしなんかあったら福田、福田さん、福田さんだったら、まあ、<laughs> すみません、お願いします。はい。<laughs> 家賃増額は勘弁してほしいですけども、まあ、あの家賃に入ってると思って、預かってください。という、すみません、お話がまた、ああ、それてしまいましたけれども。 うん、そういう、う転落でございました。はい。では、あ以上でございます。なので、えー、頼み事は福田布団店なら、まあ、なんとか、なんとかやってくれはるかもしれませんし、それ以外のお店には決して迷惑はかけないようにお願いいたします。今日は、産経新聞を買ってきております。では、11月15日、朝刊チェック、ヘッドラインです。 宝塚歌劇団は昨日午後4時から、空組所属の有屋紀伊さんがいじめを苦にマンションから飛び降りて亡くなったことについての記者会見を開き、遺族側の主張を真っ向から否定、いじめはなく、長時間労働に問題を矮小化しようとしていました今朝の産経新聞コラム、産経省は自民党よい賞を放棄して、 政務三役の辞任が相次ぐ岸田政権を珍しく批判アインシュタインの相対性理論を持ち出して世間とかけ離れた時間感覚を指摘しています更迭されたばかりの党の神田前財務副大臣は議員辞職は否定しつつ昨日出席した国会で居眠りをしていましたお疲れならば 議員を辞められたらいかがでしょうかメキシコに続いてエストニアが大阪万博への参加事態を表明しました維新を作った橋本徹氏は数の問題じゃないと言い始めていますが昨日はデンマークやフィンランドなど9カ国が新たに大阪万博に参加することが分かり メキシコエストニアのマイナス2足す9か国で7か国参加が増えることになりましたまさに維新マジックですバイデン大統領と習近平国家主席は15日サンフランシスコで会談します対立が続いていた世界の2大国がどこまで歩み寄りを見せるのか注目されます 女性への強制性交容疑で書類送検され不起訴となったものの今シーズンバットを試合で振るのでなく棒に振ってしまった西武の山川内野手が国内 FA 権を行使しました球団側は交渉で示した条件は変えないということです一方巨人の中田翔選手は FA 権ではなくオプトアウト権を行使し 自由契約となって他球団と交渉することになりました札幌の市道で走っていた軽乗用車ジムニーの左前輪が突然外れ歩道にいた4歳の女の子に衝突女の子は意識不明の重体となっています三重県桑名市にある温泉施設の女風呂に入ってきた 心は女だという四十三歳の男が逮捕されました。なぜ女風呂に入ってはいけないのか、全く理解できないと供述しているようです。どうか留置場拘置所刑務所で考えさせてやってください。お笑いコンビ原市の岩井友樹さんが十八歳年下、現在十九歳の。 奥森さつきさんと結婚したことについて昨日のフジテレビポカポカで突っ込まれ相方の浦部さんも2日前に聞かされていたことが分かりました以上11月15日水曜日朝刊チェックヘッドラインでした 時刻は11時29分となっております。困難してましたら、正午の「食、え、安、ー、文春」の電子版が発行されてしまうかもしれませんが、まあ、ひとまず準備したものを順にお伝えをしてまいります。産経新聞だけが一面トップに宝塚の,この記者会見を持ってきております。パワハラ確認できず。 という宝塚歌劇側の主張、会見はそういう趣旨だったわけですけれど、こちらを持ってきております。どちらかというと、新聞はそうですねまあ気持ちとしてあの記者会見を聞いて自分で質問もしてその答えをもらっている記者たちが過激団側に立つとは思えない。ジャニーズの時の時ように ジャニーズにこれまで丸め込まれてたリポーターがいまあ未だにジャニーズを何とかしたいというような記事を書いているほど多分宝塚にシンパシーを持った記者がどんだけいるのかまあ思わずツイートしてしまいましたけれどもさて皆さん、浜村淳さんが今日,今日のありがとうで一体この問題を取り上げているんでしょうか。 まあさすがに取り上げないというか取り上げてるとしたら東京宝塚劇場でやってるこの公演がどう素晴らしいっていう話なのかもうあと半年でねおび、えー、やめはんのやったら言うてもええのになと思いますがまあまあそんな人ではないんで多分まあ言わないと思いますけどまあテレビの方はどちらかというと文春側というか。 こんないじめがあったこんなパワハラがあったという証言をもとにいい番組を作っているところが多くなってますまあそれにしてもこれまでジャニーズに対して触れてなかったように、えー、共犯者としてのマスコミ記憶、えー、正しく美しくまた今年も40人の新人が入ってきましたっていう合格発表すごいっていうね記事、あのー、ものしかほとんど流してきておりませんでしたからうん。 地元のケーブルテレビがね今年も何とか神社でお祭りがありましたっていうニュースじゃないんですから宝塚にこういう噂があったりとかしてるっていうことについてまあテレビはほぼ触れてきておりませんでしたまあその食材の気持ちもあってちょっとテレビはそっちに動いていっておりますがまあ新聞は大体いい、えー、社会面なんかで、うん、遺族の側に立ったような記事を書いたりもしていますが基本は、えー、言う通りみたいな。 感じです、ねはい、で、えー、先ほども申し上げましたように、うん、大江橋法律事務所は新たな証拠が見つかれば、えー、ここに書いてあることは簡単に訂正しますっていうようなことですので、まあ、こうなったらもう劇団の側阪急電鉄の側は えー、長時間労働というので、まあ、それも200何十時間って言ってたやつを118時間ですか、えー、小さくしておりますけれど数字を削減しておりますが、まあ、それで,で、理事長の首を差し出すんで、で,でも、な中の人間をまた新しい理事長にするわけですから、もうそんなん、全然反省しているということを出さないというですね、びっくりしますよね。 本当に今、ま、それは昨日もずっと言ってましたけどここまで山沢が組織を守るというのはもうそういうことなんでしょうね組織ありきで言うとね個々人の問題でないとなった時にでもそれって本当もまあまあさっきの対戦をどう見るかっていうのは 左翼と右翼では違うんでしょうけれど。でも、ここでやめとこうって言ったり、もうやめましょうよって言ったり、一番問題になってのはここでしょっていうふうに言えば、死なんでええ人がいた。そこをみんなで、それはまあ当時のマスコミである新聞も、軍も、財閥も、政治家も、 うんトントントンから離島隣組の人もみんなみんな止められなかったそれによって失われていった命があるまあ国のため家族のために散っていった人たちその英霊をバカにすんのかという考えも一つあるんでしょうけれどしかしまあそ,それが散っていかなければならなかった理由そこを止めないっていうことと。 の万歳と言って死んでいったのかお母ちゃんと言って死んでいったのかは別としてそ,のそれを犬ジニアとさせたくないという思いとまた僕は別だと思うんでね、えー、宝塚歌劇の昨日の記者会見は宝塚歌劇というものを守るのだという強い意志は伝わりましたけれどそこで苦しんだり悲しんだりあるいは命を落としたり した人の気持ちに向いてはいなかったなとでまあいやそんなもんなのかもしれません、えー、それは放送局なら放送局役所なら役所学校なら学校会社なら会社あ組織というものが生まれている以上その組織は組織として残るという本能を持っていて。 一人一人がどう感じているか、どんな思いを持っているか、そこから派生して、どんなひどいことが行われているかなんてことは、そっちで勝手にやっといてっていう、そういうもの、まあ、そんなに言っちゃうと絶望してしまいますけどもね。うん。まあ、組織が組織として存在することの意義というものはもちろん認めながらも、 少なくとも有明さんの悲鳴そして悲鳴を残して自ら命を絶ってしまったその悲しみを受け継いだ遺族に対してそして本間のこと言え,ない言えるはずないじゃないですか劇団が頼んだ大江橋の先生が来て「本当のことを言ってくださいね」 いや、それが言われへんからこんなことになってるんでしょうって、あんたらほんま何考えてんのと。嘘をついていませんよね。いじめをしたと、パワハラをしたと、週刊文春に書いてありますけど、あなたはそれを本当にしたんですかしてません。嘘を言わないでくださいよ。嘘は言ってません。嘘は本当に言ってないんですね。嘘は言ってないって言ってるでしょ。 もう一度確認します。嘘ではないんですね。嘘じゃないって言うてるでしょ。じゃあ嘘って何って書きますよ。嘘じゃないんですよ。いや、そんなやり取りなんぼしたかって、本物のこと話は出てこえへんだろうと、僕は思うんですけれども、まあ、それでお茶を濁そうとしているわけですね。まあ、しかし、木原事件における佐藤誠さんはいっぱいいますよ。うん。 あの木原事件に関わった人よりも宝塚のこの隠蔽、えー、いじめパワハラに関わった人は世の中に大勢いますからね伝聞で申し訳ないですが伝聞聞いた人なんてもっとその100万倍多いでしょうからねこれで逃げ,逃,げ逃げ切れると思っているんですかね阪急電鉄は。いや阪急は何歩行ったったて河原町で 突き当たるんですけどね宝塚でそこに車止めあるんですけどねまだ逃げようとしてるんですかねいやまあ西の方へ行きゃねえ深海地からまだでも今も山陽まで入っていってないですからね昔は相撲浦公園まで行ってましたけど、まあ、それにしたがって三陽姫路までしか行けないわけですから。 どこまで逃げようとするんですかね信号システムとかも違うんでね、まあ、レール幅と電圧は同じやったとしても、阪急はもう宝塚で行き詰まったと思ったら、そっから西宮北口へ来て、そっから半径80メートルか100メートルの,あの急カーブで、えー、神戸線へ入って一旦引き込み線から、そっから。 新開市まで行って、で、西へ逃げるのかと思ったら、そこから阪神線へ入って、で、阪神で梅田へ着いて終わりかと思ったら、いや、尼崎から阪神・難波線になって、近鉄に乗って、それでも行けるところは、鹿児島か、名古屋かまでですけどね、レールがつながってるというだけで行うとね、いや、もうこんな冗談ほんまに言ってる話じゃないの分かってるんですけどね。 いや、ほんまにどこまで逃げるつもりなんでしょうか。いや、逃げられないですよ。どう考えても。と僕は思いますし、まあ、そうなってくると、本当小林一族、阪急電鉄そのもの、ま墨、あ、さんが、会長が、えー、言及、何歩か、 3ヶ月かなんかっていうのはまあ、ねえー、やりはるということですけれどももっともっとその大きな阪急帝国ジャニーズ帝国があったようにジャあの阪急帝国そのもののさまざまな歪みというものがおそらく明らかにされていくでしょうねと私は思いますが、まあ、新聞がそこまでするかどうかは別としてですね。えー 産経新聞はまずこのニュースをトップに持ってきておりました。11時40分。さて、今朝の産経新聞、産経省、こちらでございます。はい、コラムですね。朝日新聞でいうと天聖人語毎日新聞はよろく、読売新聞、編集手帳、そして産経省であります。重力が大きいほど、時間はゆっくりと進む。 ですかアインシュタインの一般相対性理論重力が大きいほど時間がゆっくり進む地上4 5 0メートルの高さにある東京スカイツリーの展望台では地表よりも1日に10億分の4秒時が早く進んでいきます、はいまあ、人間の寿命とかそんな話になりますと生,生物としての あの個体差がございますので、えー、スカイツリーの上に行ったら長生きするというもんではもちろんございませんが、え東京スカイツリー、えー、なんとお、スカイツリーを、大阪万博の,あの輪っか350億、これで東京スカイツリーがほぼ2本立つんですね。あれが確か200億円ほどですのですごいですね。 同じようにあの格子状っていうかなってますけれども木造とえ違いますが東京スカイツリーは確か200億円まあまあその話は置いといて上行くとつまり重力が小さくなると時間が早く進むアインシュタインのこんな言葉があります好みの女性と一緒に座っていると1時間を1分のように感じる。 熱いストーブの上に1分座れば何時間にも考えられるだろう、それが相対性理論だって、ちょっとこれ、あの重力の話と違いますから、はい <laughs> 銀座でお姉さんの横に着いた木原誠二さん、はい、もう手当たり次第も急股でもかける人ですからね、あっという間に、えもうもう1時間経ったのえ,えいや 銀ああ座でも、北新地でもそ1時間も一緒に座っ、まあ、最近、すいてるから、すいてるからずっと、ほ、はあ、他のお客さんと行かへかもしれ1時間もついてくれませんけどね、えーいや、そんな話はいいんですよ、そんな話はいいんですって、もうえー、全国から選ばれた、ね、選挙で勝ち抜いてきた国会議員の集まる永田町、有権者の常識では、計りがたい、異質な時間が流れているようである。 神田健財務副大臣、度重なる税の滞納や資産の差し押さえを週刊誌に報じられてから、週をまたいでようやく辞任、事実上の更迭。女性問題が露見した山田太郎元文部科学政務官、東京江東区長選挙で法に触れる有料ネット広告を候補者に勧めた柿澤美斗元法務副大臣に続き、政務三役の交代は2ヶ月で3人目。 折しも産経新聞と FNN が行った直近の合同世論調査、ちゃんと調べたんですか、はいえー、政権の支持率が3割を切りました、28.7でしたっけ、はい、減税など経済対策の評判がよくない、足元では政務三役の不始末に加え、首都圏の首長選挙などでも自民党推薦候補の敗,敗,放敗退の知らせが続く、キー信号がまたたく低支持率。 まだだ信信号号と思ってるんんでですす赤信号じゃないんですか岸田総理は痛みとして自覚しているはずだがてんてんてんまずは世間の感覚とかけ離れた時計の狂いを直すことであろうと産経省が珍しくこのように、ええ、自民党を批判しているなぁと。 野党については、絶望鋭く、ええー、なんだお前らはと書いている、中国に対しては口汚く書いている三経省でありますが、自民党にもとうとう刃が向き始めたのかと。あと15分、現在11時45分になろうかとしているところでありますが、えー、週刊文春電子版が閣僚の名前も出して、ええー、 言ってくるわけですね。これどうしましょうかね。そっちへ急にスイッチするわけにもいかんしな。一応、タイマーだけかけときますかね。こんな時間になってしまいましたからね。週刊文春。よいしょ。電子版を開けといて、で、えー、タイマーを。 あと14分でなるようにしときましょうか。うえー、はい、14分。なるようにしときましょう。はい。で、うんと、今、時刻は11時45分でございます。あの、時間間隔もさることながらですね、昨日のの「ニュース2 3で出てたのでございますが、えー、神田前財務副大臣。 で議員は辞職しませんと言ってあります。うん、<laughs> そうですね。えー、恥ずかしいけどもね、うん、恥ずかしながら、はあ。で、昨日のニュースで3大川さん。斉藤さん、事実上の更迭から一夜明けての神田副大臣の姿がありましたよね。国会に、このように。斉藤浩平さん。 寝てましたね小川さんうふ笑いいや笑うとこですかここ笑うとこですか小川さんうつむいて目をつぶるという表現になってましたけどはい斎藤さん私だったらもう今日とかもう正座して。 こんな感じだったと思いますが、ふてぶてしいというか、肝が据わってるというか、あれなんですけど、まあ、岸田さんも運が悪いというか、逆に持ってるというか、不人気な減税政策をして、今、注目が集まっている中で、自分の給料だけを上げてしまう、あるいは税金への関心が高まっている中で、こうした問題を起こす財務副大臣を任命してしまうっていうところが、まさに税の意識を下げたり、 政府への不信感を高めることになってしまうわけですよね当然任命責任を問われることにもなりますし適材適所といったことへの説明責任を果たさなければならないんではないでしょうか小川さん次々と起きてしまいますね斉藤さんしかも去年と同じ自民ドミノですからねやっぱり任命のセンスを問われますよね 総理大臣らの給与アップ法案が昨日可決されました国家公務員のボーナスは年間19万円引き上げになるということでございます <laughs> あーすごいですねもうねいやこれをもう諦めたらダメですから毎日呆きれるんですけど呆きれるにもパワーがいります怒るにもパワーがいります どんどん年取ってくるとパワーはなくなってくるのでね、燃料を注入してくれてますな。どんな、どんな感じで寝られるんですかね。というか、よっぽど、よっぽどやっぱり国会って眠たいんやろうね。まあ、隣の人も寝てて、あの隣やなかったら映ってなかったんでしょうけど、隣やから映ってまいますからね。 カメラのあるとこでね、よう寝ますねは、僕も眠たいんですよ、しっちも最近ほんまに眠たくてね、このまま永眠してしまうんじゃないかなと思うぐらい、本当に眠たいんですけど、あの別の意味であの電気椅子みたいなのにして、ですねピリッとこう5分に1回ぐらい、っていうか、もうあるでしょ。 あの運転手の注意力が散漫になってたらちゃんとハンドルがガタガタってなるような自動運転向けたそういう技術は開発されてるんですからね他の人に聞こえないようにその人にだけ聞こえるように「起きろ!ええ」「かんだ!」って言ってもうあのこういう名詞でね「ええ、検事起きろ!」ってそれもあの、ええ、お母ちゃんの声で「ええ、あんた何してんの!」っていううな。 声でそこだけ聞こえるようなその音波の出し方で目覚まし,たしとくみたいな自腹でねえ税金使ってそんな使った飽きませんからえ自腹でやってもらったらいいんじゃないかなと思いますけどもはいえー神田副大臣そこまでお疲れでしたらどうぞ議員を辞めていただいてえ空いてる部屋がいっぱいあるようですので自社ビル今日はこの部屋明日はこの部屋で順万に寝ていただいてもいいんじゃないでしょうか。 時時刻は11時50分でございます、えー、メキシコに続きましてエストニアが大阪万博参加辞退を表明いたしましたまだあと3か国ほどあるんですかね、えー、であのー、そうですねマスコミが緩くて お小森お前もやとぬるいこと言ってるから万博が中心になれへんねやという刃が私の方にも飛んできましたけれどあのまあ今中心に向けての機運が高まってるのは分かってますけども僕はまあ,あの全くもっていやその何でも言いますがもうほんまに一部だけ切り取ってないあ,あいやこや言ってこられるのはもうからのですけど博打場に反対ですから博打場。 の前提とする大阪万博っていうのは基本的に万博にあの爆笑に反対してるんで反対なんですけど、えー、その万博が全く意味がないとは僕はまあ別に思ってないのでいろんなやり方はあるだろうしただまあこの増額とか何よりも僕は僕が一番問題やと思ってるのはその決定権者たちがですね納得のいく話をしてないとそらお,お金が上がるのはもうそら僕が買う,うね えー、あのチキンラーメンでも値段上がってるわけですから100円ローソン行ってチキンラーメンが1個140円ぐらいするんですから100円ローソンちゃうやんけっちゅう話ですから、えー、なのであの値段がいろんなもの上がってるのも分かってますしただあの吉村横山あそして万博協会の事務総長をはじめですね え大臣はじめ、これってどういうことですかってなったときに、納得いく答えが得られてない、納得っていうのは 100%OK、OK、でないにしても、そういう事情をやったらっていうことが納得できる、そういうことがない、もう本当に違和感しかないやり取りが日々行われているというところが、やはり間違っていると思うところなんですね。 あの万博の意義なんていうの,はものはもうもんは100人おって100人が OK というもんではないでしょうからそれはねえプロ野球ファンがみんな 100%, 100が阪神ファンでないようにえスポーツファンが全員プロ野球ファンでないようにそれはいろんな考え方がありますんでそれはサッカーの方に金かけろとかえラグビーだってもっと頑張れとかいう声があるようにそれは,まあそ,れはもうそれはそれぞれですから反対っていう人も。 万博に反対してるのか維新に反対してるのかただただ、えー、あの吉村・橋本が嫌いやというだけなのか多分そんなもんが混ざってると思うんで僕はまあそんなにそこで中止っていうことを言ってるわけじゃないただあの納得できないということを言ってるんですよ僕はねいやあなたがどう思うかしたら知りませんがなあ勝手に勝手に便所に落書き自分で書いときゃいえ話なんで俺に言ってこられても困るんですけど。 でその納得できへんことが何なんだというと、まあ、例えば昨日9万人の署名が集まっています万博中止を求めるでそれ特にまあ産経新聞記事にはなってないですね、ええまあ、9万人なのか18万人なのか4万5千人なのかは別として、まあ、それだけの人が反対の声を上げているということですし でまあ、いろんな各種世論調査を見ましても今、もう急激にあんなもんいらん、中止にしろという声が高まっている、まあ、それはそれで一つ民主主義として大事なことでもあると思うし、なんか僕はもうそのまとまってアリンコがわーっと動くように、ネズミがわーっと動くように、うわーっとこっち行ったりあっち行ったりしてみんなでわーっと石に投げたりするのは僕は嫌いなんで怖いんで、えーまあそ、そういう意味では。 泉房さんなんかが中四しろって言って声を上げて賛同する声が広まってるのは分かるんですけど、えー、ついこの間までみんな何も思ってもいいんかったのに急にガッとなるのはまあどうかなと思ってるっていうそ,そこが違和感としてはあるんですけどえー、でとメキシコに続いてエストニアあと3つどうもあるみたいですが撤退というのでまあ実際にメキシコとエストニアが 正式に事態を表明しましまたとで、まあ、これに合わせていや実は9カ国デンマークとかが参加するんですということを言ってるんですねでこのタイミングとしたらそれ広報の手法としたらマイナス2ですけどプラス9なんで合わせて7つ増えましたってまあまあ言えるタイミングですけどそれってまあせこいなっちゅう話ですよねでじゃあ吉村さんのこれは記事にする側の問題ではあると思うんですが吉村さんずっと メキシコがもうやめるって言ってますけどって言ったら「いや正式には聞いてません」「正式の話じゃないです」「正式に申し出があったわけじゃないです」って言ってたんですから「正式に言ったんやったらちゃんと言ってよ」とまあどっか見た記事があるんだと思いますけどそういう逃げ方をしているっていうこともそうですし「数の問題じゃない」って橋本さんが言い出して「いや僕がもっとちゃんと引き継いでたらよかったやんとかも言ってるんですけど。 目覚ましエイトの話でね、えー、あの納得できないんですね、僕はね。うん。えー、っと、僕が言い出して、きちっと方針とかコンセプトとかを詰めて、固めて、関係者全員に徹底する前に政治家を辞めてしまったんでっていう、<laughs> どんだけお前、偉いねんっていう、ね、<laughs> 聞こえますけど、方針を明確にしきれなかったところは僕の責任です。 でプレハブオリ、まあ、の万博でもいいと思うと、パビリオンタイプ A、独自のやつにこだわらなくていいと、で、コストが増えていくことについて、3兆とか4兆の経済効果を叩き出す投資だということで、費用ばっかり抑える議論にしない方がいいというふうに言いました。 ちょっっと待ってくだほら2兆円っていう話もどこから出てきたんかようわからんまま吉村さんが2兆円って言って2兆円を超えるって言って、まあ、2兆円を超えるですから10兆円も100兆円も1兆円も10兆円も1兆円も,10も,100も、はい、1兆円も、えーえー、何でしたっけその先もう無料対数、えー、円でも2兆円を超えるなんですけどな何が 何を元にして出してるのか分からないんですが3兆とか4兆っていう数字まで出してきてるんですよこれもインフレになってるんですよどんどんね、えーえー、ち,ょっとちょっと待ってっとで数字の話じゃないっていやいや都合のいいとこには数字出しますし2兆円って言ってたのが3兆4兆これは実はえっと建設費が会場建設費が1250億って言ってたのが1850億になって2350億に今なっているそれが 3000億とか4000億になってもかまへんって言ってるんですよ、それは。それだけ、それが3兆、4兆の経済効果を叩き出すんだったら、そのための投資なんだからかまへんやないけっていうふうに言ってるんですね。いや、あのそういう考え方もあるのは理解してます。僕はそそののの考え方そのものに 意思を投げたくはないんですけどそれほんまにお前そないして言うてるのそんななるとほんまに思ってんのかとその,その根拠は何なんだっていうといや多分言えないんですよ内訳何ですかとええ <laughs> それは大阪に人が来て2850万人でしたっけ、まあ、それだけ来るかどうかも分からへんしうんなんですけど あ甘い見通し、いや、それを超えるかもしれないし、まあ、超えたら、それはすごいね、やけど、そんな分からへんし、あの,ー、あのね、もう FNN プライム・オン・タイムに出てる、えー、ですかこれはおととい、月曜日の目覚まし8でのやり取りですね、国会での、あのー、質疑を聞いた後スタジオで話しているのが。 ありましてね自民、ね、大臣が日よけは必要ですというふうに言ったりしているところのあとなんですが。ってなことを言っている途中ですいません間もなく正午になりますちょっとだけちょっとだけ、えー、ここから話を今これ置いといて「週刊文春」の電子版を読む。 方にちょっとだけ言っていいですかはいえー、はいわかりましたよいしょ11時59分40秒ですので今ここからちょっとはい一旦えー、ぴったりになるかどうかわからないですがはい5秒前4321

11月15日スクープニュー出ました閣僚の名前が出ました、えー、時刻は正午を回りました週刊文春電子版が予告通り岸田政権の 閣僚の名前を出しまして重大な疑惑2連発と出ておりますけれども、えー、名前が出ましたのが自見大臣でございます万博崩壊の薬,業薬病神自見担当大臣が犯した3つの滞在、大きな罪元内閣府官僚パワハラ告発 地味さんに壊されうつ病にというスクープ記事でございます。元内閣府官僚、パワハラ告発、地味さんに壊されうつ病に、350億円リング給付状の陰に、顔面大田監督、監督はカタカナで書いてあります。顔を殴った監督、橋本総理の息子、不倫略奪婚で、週刊文春記者に吐いた大嘘、 ここまで出ました、ちょっとこれあとごめんなさい、えー、楽しみにしている方もあるでしょうし、もうあの週刊文春電子版の方は、そのままね、えー、読んでいただければ結構なんで、今、1427億人の方にご覧いただいておりますけれども、後で、この今日の朝刊チェックを終えて、えー、後処理をしまして、もう一度これを読んでから、あ また閣僚の辞任というようなところに繋がるのかどうか、えー、読んでからお話をしようと思います。はい。では話を戻します。その万博ですが橋本さんがですねこんなことを言ってました、これ全然こう、えー、あの納得できへんという私私なりの万博反対という声を上げるのではなく。 ちょっとそちゃんと説明してよという話ですね。で、おとといの目覚まし8の中で、吉村さん、VTR で出てきています、メキシコが出てあの撤退するという話について、正式にそういった情報が来ているわけではありませんので、個別の国の参加の状況については控えさせてもらいたいと思いますと、これを言っておりました。はい、私もお伝えしておりました。だから、正式に撤退と出てきたから、どうしたらいいんでしょうかと。 谷原さんメキシコのこのパビリオンからの撤退のニュース聞いたときどう思われましたかと橋本さんに聞きました橋本さんこう言ってます残念ですが僕はもう撤退するんだったら撤退でいいと思います開催国を増やすことが目的ではないのでできるところに集まってもらって無理なところには撤退していただくということで全然問題ないと思います 騒ぐことではないと僕は思っています。あ、そうだったんですね。はい、そうだったんですね。騒ぐことではないんですね。ええー、まあ、昨日はエストニアも出ないということになりましたけど、橋本さん、全然全然問題ないと我々が聞いている話と全然違いますよね。うん、皆さん安心してください。全然問題ないんですって。 メキシコもエストニアも超えへんっていうのは全然問題ない。あ、そうですか。まあ橋本さんはと思っています。パビリオンには4つのタイプがあり、タイプ X、B、C の3つは万博協会が例えばプレハブ広報で会員施設を建てたり、パビリオンを作るという形になります。一方、タイプ A というのは参加国が独自のデザインで、自国で費用を負担して建設をする。つまり、まあ、より積極的な参加をしていくという形です。費用が一番大きくなります。 今回メキシコが撤退を表明したのはこのタイプ A です。うん。はい、そうですね。このうち建設事業者が決まっているのが24カ国。タイプ X というプレハブの中に入るというのが2カ国。タイプ C へ2カ国など、うん。これ、今後のことを考えるとどんなふうに問題対処していけばいいと思いますかと谷原さんが聞きました。橋本さん。僕が言い出して、 きちんと方針とかコンセプトとかを固めても関係者全員にそれを徹底する前に政治家を辞めてしまってある意味無責任な状態になってしまい、まあ、その後の人たちが一生懸命やってくれているところに本当にありがたく思うんですけれどもやっぱりこれは方針を明確にしきれなかった僕の責任だと思うんですああそうですか僕の責任なんですね僕の責任なんですいやじゃあやっぱり維新の責任じゃないですか 国の責任じゃなくて、やっぱり維新の責任じゃないですか。国のイベントやから国やって言うて、松井さんとか吉村さんとか言い始めてますけど、さ最初に、はい、維新作った橋本さんが僕の責任やって言ってるってことは、維新の責任やっていうことじゃないんですか、えー。フジテレビ解説委員の風間さん、先々週ぐらい、万博って古いんじゃないですかと言われましたが、 高度経済成長時代のやり方をそのままでやっていたら確かにそう思われるでしょうでも僕はこれ技術を出す万博で少子高齢化時代の世界各国がいろいろと課題にぶつかりますんでそのソリューション課題解決策を提案する万博という方針でやったつもりです箱物で競うんじゃなくって中の技術である意味競い合うような そういう万博でやってほしかったんですが僕に説明させてもらえればもうちょっとうまく説明できるんじゃないかなと思うんですけどね何をふざけたこと言っとるんじゃとそれも今この段階においてという話ですけどね僕が,僕が説明してたらもっと丸め込めるのにということですか谷原さん いや、どういう万博なんだっていう、その中身があんまり伝わってこないんですけど、いや、だから、だから、もう、タイプ A なんかいらないと思うんですよ。え <laughs> 今回の万博はもうタイプ B で十分ですね。一見見て、なんかしょぼいというか、華やかさはないけれども、入れば、その技術が結集しているというような、新たな、 その今までの万博とは違う万博ということをしっかり説明して打ち出せば風間さんにもご理解いただけるのになと思ったんですけどもねあれえー、空飛ぶタクシーはバンバン飛んでるしタイプ A は万博の花各国がそれぞれ競い合ってねこんなパビリオン入ってみたいなと思う。 そんなものだと思ってたんですけど違うんだったんですね全然違うんですね元から違ったんですかそれとも今後出しじゃんけんでそう言ってるんですか風間さんこういう状況になったからそのタイプ A だとかタイプ X だとか言い始めただけでじゃなかったら全然議論にもなってないわけじゃないですかそもそもこれいけるよねみたいな話でしかないわけででタイプ A から X にした国も じゃあそのまま X で行ってくれるのかと言ったらまだまだ分かんないじゃないですか。なんでこのメキシコは無理なのかと言ったら、まあ、こんところエネルギーや食料の値段が上がってて自国通貨も安くなってもう自国の,その経済対策が手一杯でそんなことやってられないわというわけですよね。それ物価が上がって資源も上がって円安で日本も同じなんじゃないですか いやただ、橋本さんですよ、少子化、少子高齢化を迎えて、医療にしても、ライフサイエンスにしても、それから食料の問題にしても、さまざまな世界規模で課題にぶつかるわけですよ。その解決策を世界各国で出し合って、イベントで何かみんなで楽しんで、ワイワイお祭りじゃなくて、この課題、解決策を提供する。 その技術にお金をしっかり出すえお祭りじゃないということです僕らあの千里の万博はお祭りで世界の国からこにゃにゃちはで万博はお祭りだと思って行きましたでお祭りだと思って行ったらいろんなものを見せてもらってわあ未来ってこんなんないなと思ってワクワクしました人類の、えーね、進歩と調和そうただただ進歩しているだけではあかん公害のことなんかもありましたから それだけを考えてたらあかんだよっていうことを小学校2年生3年生の小森少年もお納得しましたよそれが千里で行われた大阪万博でしたわいわいお祭りじゃなくて課題解決策それやったら京都国際会議場で1週間ほどフォーラムやったらどうですかねええそれからあの経済効果っていうのは僕あんまり気にする必要ないと思うんで気にする必要ないの 気にする必要ないのいちょっと待ってちょっと待って気にもうあなたあのあの手下の部下の,あの手下の吉村が経済対策が2兆円超えるからっちゅうことをもう,もうそこをよりどころに根拠も何もはっきりせえへんのに2兆超える2兆超えるって言ってもう,にもう2兆2兆円かっていうぐらいねわざわざお笑いの2兆円じないですけどその蝶が違いますがえっ、ー あんんま気にすすることないんですか一応経済効果積算すると2兆8,000億とかえごめんなさい2兆まあ2兆を超えるって言ってましたから2兆8,000億も2兆なんを超えてるんですけど何が2兆8,000億なんかが全然この人だから出てこないんですけど。 ずっと吉村さんが2兆2兆と言ってるのがここでいきなり2兆8000億になっているののその違いも違いの分からない男<スの声>ダだダダダダダダ,ダ,ダ分かんないです僕には<スの声>はい要はインフレで物価高騰になってますから経済効果もこれは上がっていくんですよあそういうことですかあ <laughs> なるほどそういうことですかついこの間までついこの間まで、えー、チキンラーメンが100円やった時は2兆円やったけど チキンラーメンが150円になったから2兆8000億になるということですか。あなるほど、それはよう分かりやすいですわ。愛知博でも一応、計算上は万博やった後に6兆とか7兆の経済効果があるということを考えると、3000億でも四千あちょっと待って待って、でもあの僕も1回だけ行きましたけどね、愛知博0行きましたけど、その6兆も7兆も経済効果があったっていう話は、あの、 愛知でも岐阜でも長野でも三重でも静岡でも聞いてないんですけど、うん、3000億でも4000億でもその3兆とか4兆の経済効果を叩き出す投資だということで費用ばっかり抑える議論にしない方がいいと思いますなここまで都合のいいことをテレビという公共の電波で言えるなんていうのはさすがフジテレビですねもう本当にね うん、風間解説委員、でもこのタイプで経済効果の検証がなされたってこと一度もありませんから、言ってるだけで、それにソリューションをみんなで見つけよう、提示しようということであれば、別に夢島に集まらなくても大丈夫ですよね。<laughs> えー、長谷川美ラさん、国会で350億円は日よけに必要なんですと言われてしまうと、やっぱりそれに納得いかないのは間違いないですし。 今、橋本さんがおっしゃってくださったことが、国会議員がしてくれればいいものを全く一度も説明がないまま、じゃあ、何に使われるかというと、どんな万博化になるかと、例えばどんな技術が出るとか、経済交換もじゃあ、ここまで出るんだとか、もっと出していいのかもしれないし、あんまり国民が置いてこぼりではないでしょうか、さらにメキシコもほぼ同じような状況じゃないですか、日本も、ここまで国が貧困化というか、苦しんでいる中で、こんな贅沢な投資というか、出資できるかなというのは疑問に思いますよと。 言ってます橋本さんいやお祭りじゃなくて、ないってことを、僕はもっとはっきり言うべきだと思ったんですよね、技術なんだと、それから貧困と言いますけど、その貧困を乗り越える課題、解決策を、これをしっかり出していくんだということを、はっきり言うべきでしたし、それからリングも、例えば1970年の大阪万博、太陽の塔ありますよね。岡本太郎芸術は爆発だうん 太陽の塔、当時はもうむちゃくちゃ批判されたんですよ。もう無駄遣い、無駄遣いと言われて。太陽の塔も壊す予定だったんですけどね、今残ってて、ある意味大阪だけじゃなくて日本のシンボル的なものになってるわけですよね。費、ま、用、あのところはいろいろ批判があってもいいんだけど、多様性を一つにするという、このモニュメントが、もしかすると、これは残していくべきだと僕は思うんだけど、 もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら程度な、うんえー。谷原さん、太陽の塔が残ったのは結果論であって、壊す前提で350億かけて、お金かけてまた壊すっていうのは、今の時代にはちょっと合ってないですよね、谷原さん、よう言いました。橋本さん、えや,やっぱりあのその日焼けとか雨よけっていうのは、まあ、それは違うと思います。はい。多分誰が考えているか、役所が考えたのか、そうじゃなくて、モニュメントの意味というのは、 リングについて、これを壊す前提で350億というのは国民感情に沿ってないんで、僕もは,はっきり残すとか、そういうことで説明している今、よかったなと思うんですけど、ちなみにこの350億のやつですが、残すという話が出てきたみたいです、今日の産経新聞に出てました、びっくらぽんですねえ、え350億でかけて作って、その木材を。 まあそれはまあ別に僕は SDGs という言葉は嫌いですけどもまあそれはそれで一つのやり方だとは思うんですがここに来てなら移設するって言ってます。え350億かけて作って壊すのにもお金かかって買うてもらうのにも手間も費用もかかってどっかで活用してもらうっていう案で今まで来てたんですけどどっかに 移設するという話が出てきてきます多分一番金かかるパターンですね。<laughs> 350億かけて組んで、何十億かかけて分解して、また作るのに350億はかかれへんと思うんですけど、そんな案が今出てきてるって言うんですよ。ええ。で、これは要は、なくなったということを批判されたくないからっていうことでしょ。350億はかけて作ったのに、売るとはいえ、 ババラバラにするそれにまた金がかかるっていう批判が出てきたからいや移設するつもりですどこに作るんですかあのあれですかまあ2キロほどあるんであの中世子とかそんなやつをこうあのぐる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 走らせるところあれどこでしたっけえとリマの方でしたっけ。 あ,ありますよね。スーパーカミオンデはまた違いますね。あの、岐阜の方ですね。あの、電子とかをこう、ビューッと走らせてやるやつ、あああの木材ですから、木材なんで、基本、基本木材なんで、多分そんなには使えないでしょうから。ああ、馬走らせましょうか。2000メ <laughs> ートル。2000メートル、直線だけっていうのもなかなかない,ないですけど、2000メートルカーブだけ。 スタートしましまた。1コーナーを回って1、2コーナーの中間点、2コーナーを回って2、3コーナーの中間点、3コーナーを回りました3、4コーナーの中間点、4コーナーを回ってそっからもまだ曲線です。ぐるっと1周2000メートル、今ゴールインっていうそういう <laughs> まん丸なやつ。うーん、もうむちゃくちゃやね。本当にむちゃくちゃやね。いやーっていう、こういう話が僕は納得できへんっていう話なんですよ。 まあ皆さんと考えが違っても全然構わないんですけど僕は、はい、あの何一つ何一つ納得のいく説明を聞いていないというところでございますね話が噛み合わないということでございます時刻は12時18分 バイデン大統領習近平国家主席が15日サンフランシスコで会談をするということで世界が注目をしておりますえこれまでまあ台湾有事のこともそうですし経済の問題もそうですしえ大変ですこの中で今アメリカと中国が歩み寄ろうとしているのはまあこれ以上行ってしまうと一戦を超えてしまって結果として両方とも 両方ととも正解のことなんんてて考えてませんから、日本のことなんか考えてませんから自国にとってどうであるのかということでこれ以上対立を続けるよりもという解釈を私はしております。でアメリカにとってはウクライナがありイスラエルがありというところで東アジアでも火吹いてしまうとどうしようもないのでそうやとは言いませんけどもこっちはちょっと時間が 稼ぎれるように動きがないようにというそういうことなんでしょう。で、間に挟まって、日本は右往左往右往左往もしてないでしょうねもう。もうどうしようもないですもんね。自分らでどうしようもないんですから、もう上が決めてください。っていうそういう話ですよね。うんまあ、これもね。まあわかんないではないんですよ。 僕ら小さいながらも自分の頭で考えて自分で判断して儲かれは儲かるし儲かれへんかったら儲かれへんしその責任は自分にあるっていうような考えでやってきてますんででもいろんなとこの人と話しててものすごく真面目な人なんですけどでいろんな改善案も出してある人なんですけどこの間ある取引先の会議で話をしてて。 僕はサラリーマンですから、方針は社長が決めてくださればいいです。新しい社長になったら新しい社長に決めてもらえばいいです。その方針に向かって僕は走るんで、僕は言われたことをちゃんとやりますって、こう、きっぱり言い張って、いや、悪いわけじゃないと思うんですけど、僕の考えとはもう全く違う、社長が何と言おうが、自分の頭で考えてどうやっと。 で違うんやったら辞めるのか社長に直訴すんのか僕はこう思いますっていうことを言うのかっていう,もうそれが染みついてきてる人間なんでそこまできっぱりとサラリーマンとはそういうもんですって言われた時にもうなんかはっとしたんですけどね、まあ、まあそんな感じですよね日本としては中国に寄り添うとかアメリカにのケツをなめるとかもうそういうことは別にもうどうでもいいんですあの決めてください もっ,ともっと税金取って、戦闘機買えと言われるならそうします。えー、中国の逆鱗に触れないように、こういうことをしろと言われたらしますし、するなと言われたらしません。まあ、だから日本の外務省ってもうそういうことなんでしょうね。<laughs> その自主独立とか、独立国である外交がとか、そんなことは一切考えていないと。 うんまあ一番楽は楽ですよねあのやら,やらされたことの中身がしんどかったとしても自分で考えなくていいわけですから社長が決めてくださいいやそりゃそうなんですよそらそら社長が決めなあかんのですよそれはね、えー、分かってますでその失敗の責任もで部下の失敗の責任も自分の判断ミスも全部社長のもう電信柱が赤いのも違う,違う違う違う電信柱が高いのも 郵便ポストが赤いのも全部社長の責任ですからね市倉先生がおっしゃってましたその通りなんですけどもまあどっちどっちに転びはるんですかねはい時刻は12時22分女性への強制性交容疑で書類送検されましたものの不起訴となりました山川選手西武ライオンズであります うーバットを夜振り回してナイトゲーム終わってから、えー、結局シーズンを棒に振ってしまったということでありますねいや向こうにもその気があったんだということは、まあ、ずっと言うてはりました、まあ、日頃の日頃のそこを聞いているとさもありなんということでありまして今の時代はそはあかんのでしょうということで結局今シーズン棒に振りました国内フリーエージェント権を行使したということです 球団側は残留の交渉で行った条件を変えないと言っておりますので、もしまあもっといいところがあれば、そこへ行きますということですね。で、まあまあさっき芸能人にしてもプレッキュー、プロ野球、スポーツ選手にしても、うん、それでね、ホイホイとついていく人も、まあ中にはいるでしょうからね、まあそこはね。えー えー、アプローチの仕方が下手やったとか別れ方が下手やったとかまあまあ外野はい,るいっぱいいろいろと言い張るでしょう、まあ、選手としての、ね、実力はもちろんある人なんですけれども、えー、多分まあその根、ね、っこのところの底が変わらなければまた、まあ、今のこの時代ですからあ何本も出てくるのかもしれませんけどねそして日本ハムから巨人へ行きました、まあ、これもいろいろあった し巨人が引き受けました中田翔選手フリーエージェント権ではなくオプトアウト権というのを行使し自由契約となって他球団と交渉するまあ中日行くんじゃないかというような話もされておりますがオプトアウトというものがあるんだそうですえアプト式っていうのがねえ薄い峠を越える時に えー、瀬の八でこの間、そう、空転してましたよね、新しい空転防止機能のついた電車がね、濡れた落ち葉で空転して、うん、電車動きませんでしたけど、あ全然関係のない話ですね、えー、やめときます。12時25分です。 札幌市の市道で走っておりました軽乗用車ジムニーというのはまあ、ね、皆さんもおなじみの車だと思いますが、まあ、ジムニーそのものに問題があったというふうには捉えておりませんが左前輪が突然外れまして空飛ぶタイヤという、ねえー、あれは池江戸さんでしたか本がありましたがそのまま飛んでいってしまいました歩道のどうもあの、うん、隙間のところから入っていったんかな歩道を歩いておりました4歳の女の子 家族と歩いていたようですがその子に直撃いたしましてさらに、えー、タイヤは1 4 0ートルほど行ってしまったようであります女の子は意識不明の重体と、まああのー、そ,その回復を祈るということとともに、まあ、今のところちょっとわからないんでね、あのー、札幌のことですからもう雪降るっていうので、えー、タイヤの付け替え冬用のタイヤに付け替えたりしている時期だと思いますんで ひょっとするとその時の取り付けが甘かったみたいなことが考えられるのかもしれないし今のところそれは一つの可能性というところで今日の社会面に出ている記事だけでははっきりとしませんしかしまあもうこうなると車が飛び込んでくることもあるわけですからタイヤが飛んでくるなんていうのは考えられないですけれど、えー どこで自分が被害者になる加害者なのかわからないですよねこれはね、まあ、少なくともこの女の子には何の責任もないんですけども時刻は12時27分になろうとしています三重県桑名市にある温泉施設長島町が今桑名市になってるんですねとということは長島のあのあ スパーランドですかね違うんかなそれとも普通のなんかスーパーセントでしょうか女風呂に入ってまいりました「心は女」という43歳の男が百1番通報の末逮捕されております供述ですなぜ女風呂に入ってはいけないのか全く理解できないと言っているということでありますまあだからこの記事だけ読むとね本当にそのいわゆる LGBT のそういう 性的マイノリティの人の人気持ちと生きづらさみたいなことの話と全く関係なく犯罪者とし,して女風呂に入りたいっていうでそれをおー心は女だっていうふうに言ってるのかこのまあ春別が今のこの短い記事だけを読むとわからないので、えー、誰かを傷つけようということではないんですがまあしかし女風呂に男が入ってはいけないわけですからなぜ入って らダメななのかかわらないともし、えー、この記事の通りに供述しているとすればですねうーんまああの留置場というのは留置しておくためのところですから反省させるところでもないですし、えー、知送検されて拘置所に入れられて、えー、判決が確定するものは拘置所ででまあ保釈されるかもしれませんけれどその後実刑が判決出れば刑務所でということになるんですけどぜひ、まあ そういうい個室でお風呂もついてませんけれどなぜ男は女風呂に入ってはいかんのかということをしっかり学んでほしいなと思うわけですね。まあ、こういったことがまた出てくると LGBT の話で騒ぐ人もいますからね。えー、なんでいやだから女として心が女で女として生きるっていうのはまあそれはそれでそういうあるんだと思いますけど。 なぜ女風呂に入らなければならないのかおちんついついたままでこれは私には分からないですしそれは世間で認められる話では僕はないと思います。<music> 原市の岩井祐希さん18歳年下19歳の奥森さつきさんと結婚をしたということが話題になっております。で全然周りも知らんかったと。 月曜日伊集院光さんの「深夜のバカジカラ」というラジオ番組を聞いておりますと月曜日のお昼に一緒に、えー、番組をやってで少し仮眠してる間にネットニュースが流れて「えー、俺は何も知らないよと」とネットニュースを見ている素人さんリスナーさんよりも俺の方が知らないんだっていうことを言ってはりましたけれども。 えーと「週刊文春」に、まあ、誰も知らない本誌だけが知っている中の記事が出ているようなんでまたそれ後で読んでみますがあのこんなんがありましてねあちょっとっねえっ、ー、とまあ誰かが自分の好きな人が結婚したっていうことでショックを受ける人ってまあいてはります やんかまあそれはそれであのわ、まあ、かるっちゃわかるしそれはもう芸能人と自分のことで一緒くたにしはってもというところはあるんですけどねえー、っとこれやえー、っとね僕の大好きなレンタル何もしない人っていう人がいまして、えー、お金払ったら とりあえず約束の場所へ来てくれて何もしないんだけど一緒にいてくれると何か何か言ってくれとかそれはルール違反なんです何かをしてくれっていうのもルール違反なんですただ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 ,ただ一人で映画見に行くのもなんやから横で見といてくださいと言って横にいるだけえっていうようなただただ愚痴を聞いてほしいんやったら愚痴を聞いてくれるけど特にそれに対して何も言わないというまあそういう人なんですねえドラマにもなってますが ただ、無性に、原市岩井祐希さんへの気持ちを誰かに語りたいという依頼がありました。<laughs> 面白いですね。えー、19歳年下あ、18歳年下の若い女の子と結婚をしてしまったということを聞いて、原市の岩井さんのことが好きだったんでしょうね、この女性は。で、その思いを聞いてほしいということで、ただただ、 レンタル何もしない人はそうですねいやその気持ちよく分かりましたそうなんて絶対言わないんですよ言わないんですけど岩井さんが19歳の方と結婚すると聞いて大ショックを受けてしまいしかもそれを知ったのがその女性の自分の誕生日ということも相まって気持ちのやり場が分からず一人で悶々とするより誰かにこの気持ちを話して頭を少しでも整理したいというのでレンタル何もしない人を誘いました はいえー、と今3万円やったかなまあ1万円やった今多分3万円とか読んだの出したらあの何時間か付き合ってくれはるんですよ。結婚しないとか豪語してたけど面白いし顔かっこいいしまあ誰か誰かしらいるだろうなとちょっとした女優さんと結婚するくらいのことはあるだろうなと思っていたが。 まさか19歳の小娘と小娘とは僕が勝手に言いましたが小娘と結婚するとは未成年の恋愛とかありえないでしょうと他の人が未成年と結婚したらそうやって突っ込む側の芸人だと思っていたのにもかかわらず自分が37歳で18歳年下19歳の元オハガールと結婚をしてしまったその発表が突然あったこの気持ち というので、ええ、未成年との結婚とかありえないでしょという側であってほしかった私の中にずっと存在していた岩井さんは現実の岩井さんではなかったということなんですねそれだけのことなんですね間島ひかりさんと結婚してほしかったなど独り言を言っていました <laughs> あいろいろもうファンだから思ってたんでしょうね コモさんにも何人かきっとコモさんのことが好きだというファンの方がいてくださるんだと思います。皆さん、お美しい女性ばかりだというふうに思っておりますけれども、えー、結婚をコモさんしておりますんで、えー、ショックだと言われるかもしれませんが、私の中にずっと存在していたコモさんは、まあ、現実のコモさんではなかったということなんですねと言われてもまあ困るんですけどね。足田真奈さんの 持論あ前言いましたね、芦田愛菜さん。信じるということについて。ねし裏切られたとか、期待してたとか言うけど、その人が裏切ったわけではなく、その人の見えなかった部分が見えただけで、見えなかった部分が見えたときに、それもその人なんだと受け止められることができる。揺るがない自分がいることを信じる。うん そんなことを言ってましたよね、信じるとは何かっていうことについてね。はいえー、そのことを引っ張ってきたり、彼女はしていたそうであります。うん、で、一緒にレンタルなんもしない人とご飯を食べながら、最終的に割に早い段階でもうどうでもよくなったって言って、しゃべるだけ喋ったら、楽しくお酒を飲んではりました。レンタルさん 今日は本当にどうもありがとうございました岩井さんへの愛を語ろうと思って依頼させていただきましたが結局ほぼ語らずにただ楽しくお酒を飲んでしまいましたすいませんでした <laughs> <laughs> なるほど僕はまあ、原市にも岩井さんにも全然関心がなかったんですけれど、えー、こういう形で こうまあ、ジャニーズしかり、ねえー、AKB など、なんとか48、46など、皆さん推し活をされていて、お金も使ってはるんだと思いますけれども、うんちょっと喋ってみたら、人に,人人にしに喋ってみたら、どうでもええ話、<laughs> どうでもええ話なんいやーということにき、もう比較的早い段階で気がつきはって、えー、一緒に楽しくお酒を飲んだそうでございます。またそんなあの 好きな芸能人について語り合う飲み会というのをやってみても面白いのかなというどうでもいい話がみんなから聞けるんじゃないかなと思うそんなお話でございましたではあ今日のところはこの辺にしておきましょう産経新聞には実は横田早紀江さんの 恵みへの手紙というのがありまして、これを全文朗読するつもりだったんですが、今、あまりにもしょうもない話題をしてしまいましたので、このあと横田さんの気持ちを読む、私の気持ちになれなかったので、また改めて別の機会に、えー、拉致被害者、横田さんの恵みさんのお母さんですね、もうお父さんは亡くなってあります、3年も前に。 それにつきましてはまた改めてお話をさせていただきます。本日も長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、こんな私の話でしたが、それでも1000人を超える皆さんにご覧いただきましてありがとうございます。ではまた明日インジャンをして、この後、週刊文春の電子版を読んで、その配信もすぐにさせていただきますので、しばらくお待ちくださいませ。 12時37分となっております。では、また明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。<laughs> <coughs> しゃべりすぎ。また後で。インジャン初期では、後ほど。